皆さん、そういうわけで、こんにちは。こんにちは。今日は石井さん、横にいる石井さんがいません。ちょっと都合が悪いそうでですね、私と竹内さん2人でこうやってやらせてもらいたいんですけども、竹内さんなんかね、2週間ぐらいあれ どこでしたっけ、外国ヨーロッパ行って、はい、ドイツとオーストリアでしたっけ、はい、何しに行かれてたんですか。まずはウィーンで、エネルギーフォーラムというのがありまして、ユニドーってご存知ですかね、国連 の独立機関なんですけれども、そちらが主催する2年に一遍のエネルギーフォーラム、あ、ごめんなさい、声が小さい、声が小さいか、これこっち、これ聞こえます、皆さん、これなんでどうですか、聞こえますか、聞こえますか、聞こえる、聞こえる、応答されたし、コメントがねえな。あ、カズ君は聞こえると。竹内さん聞こえないの？じゃあこれもっとこっちやろうか。大丈夫？大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか。聞こえなかったらまた言ってください。はい、というわけで、なんか竹内さん2週間ぐらい向こうに行ってて、ただロンドンでね、自爆テロがあって、うん、あれとはだから日程的には重なってないんでしょ？あれとは重ならずに帰ってこれたんですけれども、やっぱりこうなんて言うんでしょう。治安が若干悪くなっているのかなと、まあ、こっちの、ね、心理的なあのもあるのかもしれないんですけれども、前に行った時よりもこう駅前にこうたむろしている人がこうちょっと、ウィーンはそんなことなかったんですけど、ボンはちょっとあったかなとは思います。なんかね、印象で言うとドイツってなんかね、治安がいいっていう、なんかそういうイメージを勝手に持ってるんだけど、ね、変な人もいっぱいいたんだ、たむろしてたんだ。まあ前よりはちょっと多少増えたかなという感じはあります。で、今そうですね、ドイツも移民が流入して、うん、人口はこれまでで最大になっているというようなこともあって、うん、まあ、あとはちょっと9月の選挙に向けて、あちこちにこうメルケルさんの選挙、大統領さん、国政選挙があるので、日本の未来、だから日本の未来といったのは多分移民がね、日本も移民が、あ、そういうことね、あれさ、ちょっとごめんなさい、ね、エネルギーの話じゃなくて、ヨーロッパはね、地続きだから、例えばシリアで何かありましたとか言うと、こう地図で見ると南から来るわけじゃないですか。日本に来る移民ってさ、シリアからは来ないわね、遠いもん、うん、来るとしたら朝鮮半島かね、あれ中国かね、あるいはアジアかねってなんだけど、皆さんどこだと思う、日本に来る移民って、そういう風なさ、非常時になった時に、なんかこうトランプ政権がね、シリアを攻撃して、その時に北朝鮮じゃねえかなんて言われて、それでこう日本もちゃんとその海上警備をやってね、でひょっとしたらこのあれ難民っていうのか、難民が来るかもしれないって、そんな僕は日本海をそんな簡単に船で渡ってこれるとは思わないんだけども、まあしかしそういう懸念はあるということで、日本が難民が、日本にもしそういう難民が来たら、あれ真面目な話さ、日本に難民が来たらどういうことが起こるというか、日本政府はどう対応するかというのは、ちょっとエネルギーの話関係ないけど、すげえ興味があるというかですね、多分大混乱するんだろうね、我が国、まあ、難民来たら、まあ、混乱するだろうなというのと、ただこうもうちょっとこう広く考えると、移民のね問題っていうのは本当にすごく これからの日本の人口減少時代において考えなければいけない問題で、うん、今日本にがまだ経済力があると思われてるから、うん、まあ、ある意味来てくださる方もいるかもしれないけれども、そうでなくなっていくと、本当に日本って労働力どうするんだろうっていうところって、これ考えないといけない話ですよね。そうだって、ヨーロッパ行くと、例えば、ね、僕はオーストリアは昔ってあんまり覚えてないですけど、ドイツはこの間行って、例えばですよ、タクシー乗るじゃないですか、空港から、はいはい、ドイツ人はほとんどいないよ。僕が乗ったタクシーのほとんどはどういうわけだか、トルコの人だったね。あ、そうです。ドイツでこの季節に食べられるシュパーゲルって、ホワイトアスパラですね、うん、この季節なんですけれども、うん、ウィーンとかでもね、うん、でもドイツ人にそのようなシュパーゲルって白いので、要は土かぶせて緑にならないようにするものなんですけれども、要は掘り出すのに大変なわけですよ。でこういうの掘り出すの大変だねって言うと、ドイツ人は掘らない、トルコのから来た出稼ぎの人が掘ると。だそういう労働はトルコ人がやるからっていうことを言いますよね。なんかね、普通にそれであれなんですよ、乗ってて、あとね、実はこの間ワシントン行ってきたんですよ、アメリカ ね、これアメリカってのはもっとすごくてね、もうね、雑多っていうか、少なくともね、いわゆる英語をもともと喋る人はいないね。特に空港からのタクシーは
その時も、その時はどこだったっけな、中東の人ですよ。もう明らかにもう顔見りゃ分かる。で、名前もなんかそれっぽい人で、日本はだけどさ、例えばですよ、日本に近い国だと中国人だとか韓国人だとかベトナム人がタクシーやってるってないよね。まあでもね、ここにも書いてくださってる方がいるみたいに、ね、コンビニエンスストアとか居酒屋とか、まあね、増えてはいますよね。コンビニはだけど、そういえばそうですね、外国人というかさ、東洋人ね、多いわね、よく考えたらそうだ、うん、そう増えてますよね、うん、でなんかこう、名前プレート見る 前にこうなんか会話すると、なんかちょっと名乗ってんのかなと思ってプレート見ると、あのホーさんとかね、チョウさんみたいな、こう向こうのその大陸の方の方の名前だったりなんかして、いるっちゃいるんだ今はね。でもこれ、それこそ中東の国なんて、あの自国民比率っていう言葉があるんですけど、うん、要はもう自分たちの国はオイルマネーで潤っているので働かないと、で海外から、まあ、例えば本当それこそあのベトナムとか、その要は東南アジアから多くの出稼ぎが来てて、それに今の国の、 あの労働力が支えられていると。ただそういうの人たちって、まあ、中東で有事があると、戦争になったりするとすぐ母国に帰ってしまうので、そうすると自国民比率っていうのが低すぎると、普段、まあ、要は靴紐も結ばないようなあのリッチなお坊ちゃまたちがあの乳母とかに世話されていて、そういう靴紐も結べないような子しか残らなくなっちゃうと。自分で結べよそんなの本当にさ。まあそうなんですけど、まあ、普段そういうことをやりつけない国民しか残らなくなっちゃうと大変だっていうので、自国民比率っていうことがあるんですよね。日本だと考えられないね。あの例えばさ、在日韓国人よく在日在日って言うじゃん。在日比率なんて数字見たことないけどね、0コンマ1もいないような気がするんだけども。でも今のお話だと向こうは自国民比率なんだ、すごいね。でもさ、だから真面目な話、少子高齢化進むわけじゃん日本。そうなんですよね。まあエネルギー構成もどんなのかちょっといまいち分かんないけど、はい、本当に働き手がいなくなっちゃうと、例えばエネルギーだとね、これ北海道やですね東北行くと、僕がいつも感じるのはプロパンガスが多いじゃん、ガスはね、はいはい、都市ガスだと導管つないでるからまだいいと思うんですけど、プロパンガスの場合はやっぱりそのトラックで LP ガス販売店の人が運ぶわけじゃないですか。運んでこうトラックから下ろして、こうあのあれ結構重たいんですよ、ボンベって。そうですね、ゴロゴロやって、あれつけるわけじゃん、で空のやつをこう持って帰るわけじゃん。ものすげえ労働力だと思うんだけど、あれさ、あと灯油もそうですよね。灯油もデリバリーがあるけど、あれも重いわけでしょ、はい、ついでに言うと危険物じゃん、あれは。あれ高圧ガスではないけど危険物だと、あれさ運ぶ人がいなくなると、なんか好むと好まざるとの関係なくですよ、僕の予想だとあれオール電化はさ勝手に広がらざるを得ないね。ただね、うん、私今2050年のエネルギーについて考えるっていう、まあ、本を書いてるところなんですけど、うんうんうん、その少子高齢化で人口減少って特に地方で急速に進むわけじゃないですか、うんうん、要はいわゆるマスダレポートと言われるやつというのは、うんうん、特に地方でどんどん地方自治体が消滅していくっていうレポートありましたよね、うんうん、でそうなると今までどんなところにも電線を送電線を引いて電気を送るということをしてたわけですけれども、そういうことができなくなってくる。でましてやそういう地価が安くなったところに再生可能エネルギーっていっぱい土地を必要とする、太陽光なんか面が必要ですから、そういうエネルギーが入ってくるとなると、送る必要ないところにたくさん生み出すその電力はできてくるっていうことになると、どういうふうに送電線整備とか考えていけばいいんだろうと。どうなんだ、ね、そういうことね、本当に考えないと2050年って、割とインフラ整備っていって観点から考えるとすぐなんですよ ね、うん、ね、だからさ、そんなにうかうか知らない。で2050年っていうと、実はその、うん、まあこれ竹下さんなんかもね、そっちご専門の一つであれですけど、エネルギー基本計画っていうのがあるわけですよ。まあ要するに需給見通しっていうのがあって、で竹下さんがよくそのCOPの会議行っておられて、そのCOPで日本は2030年にその新エネ再生比率をね2割にするとか、原子力を2割にするとか、あとは化石燃料ねみたいな目標をこう出してるわけですけど、2030年なんてさ、あと13年と12年とちょっとでしょ。12年って一回りじゃん、うん、そう、一回りです、ね、あと一回りだとあっという間でしょ。であれは2015年に作ったわけですよ今のね、需給見通しは。いや2014年ですね、4年か。それで
2000、いや2015年です。15年、平成基本計画が14年、うん、で需給見通しは2015で、はい、そうするとこれは経済産業省なわけですね。資源エネルギー庁ってところで作ってるんだけど、まあ、知ってる人はみんな知ってるんですけど、あれはですね定期的にこう改定するんですよ。で大体3年ごとなんですよ。ということはですよ、2015の次は2018で、2018っていうと来年で、そうなると今頃から作っとかないと、まあ、間に合わないし、多分もう議論はね始まってるし、多分結論の概念ぐらいはひょっとしたらもうエネ庁の方は考えてるのかななんて僕は思いながらもですよ、こう、まあ、僕は今第三者だからこう見てるけれども、今は2030年目標じゃん。俺ね次のね見通しってね、そのね2030年だとそのなんていうのか近すぎちゃって2050とかも出すんじゃないかなと思ってる。なんとなく、なんとなく、僕はそんな気がするけどね。そうですね、パリ協定という、まあ、今日の、ね、お題なんですけれども、うん、温暖化 の、 その国際的な枠組みであるそのパリ協定というルール、うんうん、これはその2030年とか、まあ、アメリカは2025年で目標を出してますけれども、うん、それをまあ出す、そういったところに向けて具体的な削減の数字とかそういう目標値を出すだけじゃなくて長期的な見通しを出しなさいっていうのも言われてるんですね。なので2050年に対して何かしらものは言わなきゃいけない。で、一応日本はですね、2050年には 80% 削減をしますというのを閣議決定しています。で、ただそれはエネルギーの本当のこう見通しがあって、こういう形でこう積み上げてやりますっていうことができている、言えているものではなくて、うん、もう2050年80っていうポンと目標がポンと出てきた数字ですね、やっぱり2030は確かに近すぎるんですけど、2050は逆にやっぱり遠すぎて、エネルギーのミックス描くまでっていうのはちょっといかない。ああ、だからさ、例えば再生エネルギーがいくらとかって書いてもていうか書けないか、うん、書けないです、ね、遠すぎるんだね、うん、だって皆さん iPhone が出たのってちょうど10年前なんですよね。あの時にあんな iPhone っていうねものをみんなが当たり前に持ち歩いて、もうそれでタクシーも何も呼ぶ、それからもう連絡もな、まあ、連絡は当然そうですし、いろんなものがああいう iPhone なりなんなりっていうプラットフォームができたことで変わったわけですけど、10年前にそのことを予想してた人って誰もいないじゃないですか、うん、やっぱりそういう技術開発って起きていくものではあるので、2050年の S 型描くまではやっぱりちょっと先すぎる。でも確かに2030年までにすごく大きな変化を引き起こせるかっていうとそうでもないっていう、非常に難しいですね。インフラを作る時間軸っていうのはすごく難しいなと思います。あのね、作る側のね気持ちで言うと、うん、どう見えるかっていうのをこう考えるわけですよ、こう出した時にね。そうすると2015年のに出した2030年目標ってのはよしあしは別として、まあそれなりの形になっとるわけですよ、うん、僕は決してあれはいいとは思わんけど、まあこちらの思いはさておき、で3年経って変えますということがもう分かってるわけじゃないですか。そうするとあのね、これはそのなんていうかな、まあ、政治力学じゃないけども、丸きし同じものがもう一回出るとはとても思えないんだよな。ただね、変わるポイントとしてあり得るのは原子力なんですよね今、うん、その、まあ、再生可能、まあ、今石川さんがおっしゃっていただいたのは具体的なエネルギーミックスっていうものではなくて、もうちょっとなんて言うんでしょう、定性的な再生可能エネルギーを最大限導入しますとかそういう書き方をしているエネルギー基本計画っていうものなんですけど、うん、このエネルギー基本計画3年ごとに変えなきゃいけない。でそれが変わる可能性があるとするとやっぱり原子力かなと思います。で今のエネルギー基本計画の原子力についての書き方っていうのは、まあ、規制委員会の新規制基準に合格して、まあ、安全性が確認されたと思われるもの、原子力については再稼働は進めますというようなことというのは書いてあるんですけど、新設あるいは建て替えということについては一言も触れてない。どうなんで、あれ書けなかったんだろうね、うん、あれね、まあ、もちろんねあの当時は書けない、うん、でただもう2050年なり何なりに原子力日本なしで大丈夫ですよということが分かっているのであれば今のままでもいいんですけど、もしそうでないとすると何らかやっぱり言及しなければいけないんじゃないかというのはやっぱり言われていて、そこぐらいですよね。再生可能エネルギー一生懸命やっていく、火力も高効率化進めていく、で書いていただいている方いるようにその技術開発なんかも進めていくっていうことはここら辺はあんまり変わらなくて、
変わるとすれば原子力ぐらい。ただそれをこう変えるってなると、今申し上げたようなね、新設あるいは建て替えみたいな言葉を入れるとなると、やっぱり政治的にはハレーションを起こすわけじゃないですか。まあね、もっと言うとね、ハレーションを起こすっていうふうに忖度してるんだよね、今流行りの言葉だけど。あのね、多少はあるんで、それ朝日新聞はそういうふうにやったらね、どうせね叩くんだけど、あのね、僕から言わせるとね、何でも叩くんだよ、そういうことやると。今は原子力はね、だけど、だから僕はなんとなくそのあれですよ、当局というか自民党の議員というよりも当局ですね、政府の官僚の人たちですよね、その変におもんぱかっちゃってて、なんかこう奥歯に物の挟まった言い方って、よく役人文書ってあるじゃん、なんかものすごい長い文書でさ、こんななんとか踏まえつつとか、なんとかしつつ、なんとかなんとかを前提にとかって、なんかこのぐらい長い行のさ文書書くじゃん、あれってさ、なんかそのいろんな人の気持ちをさ含めちゃって、わけのわかんない文書になっちゃうんだけど、どうもエネルギー基本計画もその数字はあるけれども文章もあるので、そういうところでこうなんか複雑怪奇なものになって、何を言ってんだか最終的にはこうそういうさっき言ったように奥歯に物の挟まったような言い方のものにまたなるのがちょっと嫌で、今竹谷さんおっしゃるように、もうと新設なのが、特にリプレイスなんていうのはさ、もう誰が見たってもう必要なわけだから、そういうことをそろそろパチンと書かないと、あの何て言うの、わけわかんないよね。だって本当さ、今のエネキってさ、エネルギー基本計画エネキって言うんだけど、うん、あれさ、リプレイスとか本当書いてねえっつうかさ、あれじゃ分かんないよね、よう分かってる人が読むと、何を書いてんですかねあなたは、とかさ、もう一つ原子力もそうなんだけど、再生エネルギーについて言うと、まあ割とこう高めに書いてあって、原子力よりもちょっと高く書いてあるじゃん、はい、原子力がさ20から22だっけパーセントで、そうでさ、再エネはさ22から4だっけ、22から24でしょ、23だっけ、つまり微妙に上げてるのは、これはもう政治的な配慮なわけですけど、この数字はまあいいとして、みんながどうしてね騒がないのかなと思うのはね、金額なんだよ、あの買取価格が出てるわけでしょ、2030年で、まあ、3兆円の後半から4兆円ぐらい出てるわけじゃん、 3.7 から4兆円の範囲で再エネの賦課金は納めると、納めるっていうか、はい、少なくともさ4兆とかいうすげえ数字が出てるのに、本当にこれ不思議なのはさ、そこについてはどの誰もというかどのマスコミも、産経新聞はちょっと騒いでるけど、あのテレビも新聞も騒がないよね、あれが不思議だよね本当に。にもかかわらず、例えばこの間僕もちょっとこれプライムニュースって番組で言ったんだけど、あの東電改革あるでしょ、東電改革でその除染だとか廃炉だとかの費用が何兆円になりますっていうのはさ、それに比べたら小さい数字なんだけれども、すんげえギャー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 みんな言うんだよね、あの辺の感覚がね分かんないねっていうのね。まあでも2030年の4兆円を騒ぐんだったら、うん、今の2兆円超えてる状態はもっとね、今もう出てってる数字、そうなんですよ皆さん、実は再エネの買取価格ってですね、なんと2兆を超えそうなんですよ。で2兆、うん、あ、超えたの？よく僕は言うんだけど、2兆って何かって言ったら、いつも言ってるんですけど、消費税 1% が2兆5000億なんです。そう、書いてくださってる方、消費税のね。本当？ありがとうございます。そうなんで、ここの番組でよく言ってるので、そうなんですけど、だってさ、消費税がさ、8から10に上げるとその倍だから5兆ちょっとでしょ？で、このさ、2% 上げるっていうのを安倍総理はこの間延期して、でさらにもう1回延期したわけじゃん。これはダメだと、それはそれでまあいいんですよ結果論だから。けどさ、この再エネだのなんだのとか、その原子力が動かないことによってこの燃料費が出てくっていうことを合計すると同じぐらいの金額になっちゃうわけよ。でもこれは騒がないんだよねっていうさ、っていうかね、正確に言うと経済産業省は一生懸命言ってるんですよ、こう経産省は実は一生懸命宣伝してるんですよ、うん、マスコミが取り上げないんだよね、NHK なんかさ、もう絶対と言っていいほど取り上げないよね、あれほら古舘さんの番組、あ今古舘さんじゃないか、と報道ステーション、あれ割と視聴率高いんでしょ、あれも取り上げないよねこういう話はね、不思議だよね、やっぱ嫌なんだろうねあれね、それやると原子力に味方してるとか言って、なんか組織の中で叩かれちゃうんだろうねあれね、みたいな話をね聞いたことありますよ、っていうかしょっちゅう聞きますよ、あのマスコミの中ではね、はい、でそれじゃああれだよね、原発事故とのトレードオフなのかねって書いてあるけれど、本当原発事故とのトレードオフなの？そうなの？それはちょっと違うと思いますよ。そんなこと言ったら、今世界にある原子力発電所とか、今、まあ、再稼働してるじゃないですか、九州とかね。それとのあれになるってことなのかね。それは違うと思いますよ。はい。はい。
で、はい、それで、まあ、今日は本当はちょっと聞きたかったのは、竹内さんがそのヨーロッパ行ってこられたわけですけど、はい、まあいろいろ言いたいことあると思いますけど、まずその何をやったかというと、その全体的な空気をちょっと 空気感というのを知りたいんだよね。はい、現場にやっぱり現場に行った人が一番これ詳しいということで、はい、ね、まず行った、はい、何の用で行ったかっていうところなんですけれども、はい、まず1個はウィーンで行われてたエネルギーフォーラムというのに行ってきました。これはもう世界各国の、まあ、インドだとゴヤルさんが来たりですね、うん、ゴヤル大統領が来たり、ツバルの大統領が来たりして、まあまあ、低炭素な発展というのを目指していこうじゃないかというような形で、行われてきたフォーラムで、まあ、エネルギー政策というもののあり方についてちょっとプレゼンテーションしてきたというのが一つのようで、せっかくウィーンに行ったので5月に2週間国連の気候変動枠組み条約で1年に1回大きな会議が行われるのは、それは COP ですね、うん、それは COP の話は前にもさせていただいたことあると思うんですけど、うん、1年に1回集まるだけでは物事進まないので、間に何回か特別会合みたいなのが開かれるんですね、うん、それがその補助機関会合といって、今年5月ボンで行われたので、ウィーンの後にドイツに行ってそれを除いて、まあ、トランプ政権になってから初めての、うん、その国連の正式な会合だったので、アメリカがどれぐらいの代表団を送ってくるのかなと、もしそもそも送ってこないんじゃないかと、交渉団送ってこなかったりとかしたらどうしようねなんて言ってたんですけれども、まあそういった状況をまあ見に行ってきたというようなところです。でアメリカはね、トランプさんになって、はい、まあ、公約通りなんだろうね、あれ、要するに CO2 問題からは、簡単に言うと CO2 問題からはまあ手を引くという、そういう方向を打ち出してるわけですよね。で今回はアメリカは来てたの？アメリカ代表団はね来てたんですね。ただ人数が今までの大体3分の1ぐらいになりまして、うん、でやっぱりその発言ももちろんするんですね。そのに、うん、アメリカがまだパリ協定に対しては、まあ、レビューをしている、見ている、うん、ちゃんとチェックしているところだっていうようなことが前提なんですけれど、まあ、パリ協定にちゃんと入り続けた場合やっぱりこう踏み越えられちゃっているといけないので、そういうルール作りに向けた議論の中でこれは踏み込まれすぎだっていうところについてはちゃんとものは言うんですけれども、まあ今までの3分の1の人数しかいないということと、やっぱり出ていくかもしれないよなと思いながらみんなが聞いているので、やっぱりこう発言の重みっていうんでしょうかね、うん、インパクトっていうのはちょっとなくなってきちゃってるかなというようなことが懸念されるという感じですね。まあ、アメリカっていうのはね面白い国で、うん、我々はアメリカから見たら外国ですから、アメリカっていう国を一つの国だとこういうふうに思うんですけども、思ってると思うんですよ、まあ、私もそう思ってますけども、あれよく向こうに行って聞いてみるとですね、まあ、州ごとに違ってて、まあ、本当ユナイテッドステイツで50個の州が、まあ、ユナイテッドというか一緒にいますっていう、そういうあれで、うん、でワシントン行ってきたらさ、はい、やっぱりこの僕がちょうど行ってた時にトランプさんの今度の予算案がようやく出て、それで今竹内さんがおっしゃったようなそのアメリカのスタンスってのは、その予算の紙には書いてあるわけですよ。ブループリントって言うんだけど書いてあるわけですよ。そういう類のことが、 CO2 の研究費はもうやんない、カットとかね、うん、原子力も原子力発電所の保証措置ってなるんですよ。債務保証しましょうとかいうのもやめたと、その代わり原子力の軍事利用はこんな増やすとかいうことも書いてあるわけ、うん、それは出たんですけど、そのでいろんな人に聞くと、なんかエネルギーについてはね、そのいわゆるアメリカ合衆国の連邦政府、つまりホワイトハウスとかっちゅうのはあんまし関与しないんだと、むしろその州政府が各50個の州が点でバラバラになってるんだわというふうなことを言う人がばっかりいるわけで、実際そうなんだよね。あれ発電所の立地とかってのはほとんども州政府がやる。だけどさ CO2 ってさ国がやってんだよ、ね、あうまくいくのかなっていうのはね、僕は単純にあるん、ね、日本だとほら完全に中央、ごめんなさい地方自治体の方、日本だともう完全中央統制じゃん、ほぼ、まあ、もうエネルギーについてもそうです、ね、完全と言っても、うん、まあ、原子力発電所の、ね、再稼働は知事の同意がいるけれども、知事は強い権限あるけれども、うん、しかし全体で見りゃ日本はものすげえ中央集権なわけですよ、うん、エネルギーは、うん、けどアメリカっていうのはさ50個で5点でバラバラだというにもかかわらず、ああいう CO2 目標を国として出せちゃうで、連邦政府があんまり力がないにもかかわらずそれやめたとかなんとか言って、今回代表団が3分の1なんでしょ。なかなか面白い国だなと思うんだけど、あれでも実際さ
竹内さんがこの詳しいその CO2 の, その国際交渉の場とかね、国際レベルの場でさ、はい、アメリカがさ、はい、本当に引いちゃったらさ、何が起こるっていうか、どう変わりそうだと思う？そうですね、まあ、もちろんね、皆さん、まあ、これご存知の通り、もう世界第2位の排出国がもう何も努力しませんっていうことになると、うん、温暖化対策の枠組みとして意味があるのと、うん、これまで京都議定書を書いてくださっている方もいますけど、京都議定書っていうのはその先進国、一部の先進国に義務を削減しなさいっていう義務を課して、うん、他の人たち、中国もインドもそういう経済成長している国も含めて何もしなくていいですよと、一部の先進国だけやればいいですと、うん、なぜならば温暖化はその人たちが発展の過程で出した、はい、こうあの温室効果ガスのせいでこうなってるんだから、この人たちがやるべきですっていうふうになってた、うん、でもそれじゃあやっぱり不公平が生じて、うん、アメリカなんかは出てってしまった、なんか一部の先進国の中にアメリカ入ってなかったわけですよね。でそれをやっぱり世界の温室効果ガスの4割はアメリカと中国が出してるわけだから、うん、この2カ国が入る枠組みじゃなきゃ意味ないでしょって言って一生懸命交渉して作ったのがパリ協定だったので、アメリカ出てっちゃったらもう本当に片足がこけっていう感じになってしまう。で中国がじゃあアメリカが出てったことで、一緒にじゃあ中国もやってられるかといって出ていくかというと、私はそこはそうはならないんじゃないかなと思ってます、うん、なぜならばやっぱり中国っていうのは全人代で一遍決めた方針というのはやっぱり守り続ける、うん、今ねアメリカはすごく地方自治の国っておっしゃっていただいたけど、逆に中国はまあ中央政府がこうガッと言ったことについてはやっぱりやるんじゃないかなと。でまあ今出している中国の目標が正直言うと経済的な負担も何にもなく制約もなくできるであろうことで、なのでまあ正直残ってて悪いことは別にないわけです。つまり中国殿は今コップに出しているパリ協定で出した目標はそんなに頑張らなくたってまあいけますわと、うん、全然頑張んなくてもいい。でもさ、アメリカの出した目標ってそんなきついのかね。26から 28% 2025年には削減します、うん、2005年と比べて、うん、というのはそこはちょっと確かに守れないだろうなと思います、ね、ただこれからもシェール革命は進んで石炭から天然ガスへの燃焼転換は進むので、うんうんうん、削減は進むと思います。ただ26から28まで行くかどうかはちょっと難しいと思います。じゃあ日本はどうですかっていう話になると、日本はですね今ちょっと現物見てるんですけど、2030年までにその2013年に比べてよ、つまり17年間で CO2 をこれか、26% 削減すると、上から3番目ですね。私の、まあ、今までの拙い経験で申し上げますと、日本のこの目標はまあはっきり言うと無理だと僕は思ってるけど、僕は日本がこれは私は一番こう厳しい状況になっちゃうんじゃないかな、うん、しかも原子力の再稼働をあるいは40年から60年への手こういう、うんうん、寿命の延長、うん、運転期間の延長っていうのが順調に、うん、相当順調に進まないとこれ達成できないと思うので、まあ、あとはちょっと本当に経済成長がほとんどしないということになって、うん、まあだんだん減少していくいうようなことになる可能性はあるかもしれない、ね。まあ、今竹内さんはやや遠慮がちにですね、その原子力の再稼働が進んで寿命がね40年から60年まで伸びた場合ならまあいけるんじゃないかというふうに、まあ、ちょっとまろやかにおっしゃいましたけど、私からすると原子力がまともに動いたって難しいよこれ。正直言ってすごいですよ皆さん、 26% の CO2 削減というのはですねすんごいことなんですよこれ。だからよっぽど日本はあれ出しちゃって頑張って、そうすると必ず出てくるのは再生エネルギーでいいじゃないかって言うんだけど、再生エネルギーはそれ自体は別にいいんですが、よく例えば太陽光パネルをいくら敷き詰めても風車をいくら作っても、まあエネルギーフォーラムをよくご存知の方はねご存知、知ってると思いますけど、電気作る電気の量がそんなないわけよ、やっぱり火力発電とか原発に比べて。そうするとものすごい量のものをすんげえ効率よく発電しないとまあ難しいんだけど、太陽はね夜沈んじゃうしね、風もいつも吹いてくれてるわけじゃないので
なかなかこれは稼働率も低いし、まあ難しいわな。そうですね、これ、はい、ごめんなさい、ちょっと次の話に行っちゃうかもしれないんですけど、はい、ちょっとその話に続いてお話しさせていただくと、このウィーンのエネルギーフォーラムの直前4月30日とかに、うん、日曜日ですね、うん、ドイツでは、日中のまあ12時から2時ぐらいかなの時間帯、エネルギーの 85% を、あ、はい、そういう記事がありましたね、再エネで賄いましたと。もうなのでウィーンに行ってもボンに行っても、まあ、ドイツはもうエネルギー革命ちょっともう大成功してまして、もうちょっとなんですよみたいな、こう割とこうなるほど自慢があちこちで聞かれるんですけれども、はい、まあ、そういう瞬間最大風速って実はあまり意味がなくて、日本でもその九州とかだってね、ゴールデンウィーク中には7割以上の電気が再エネ由来とかってなってるんですね。でただその日の夜には今石川さんおっしゃっていただいた通り、何か他の火力発電なり、まあ、九州さんはもう原子力動いてますけど、そうやって人間がコントロールできる電気で、まあ、太陽光じゃない何かで動かしてるわけですよね。なのでその再生可能エネルギー入れるのももちろん大事なんですけれど、その再生可能エネルギーだけになれるかって言ったらそうじゃないので、うん、社会としてはそういう火力発電とかと一緒に再生可能エネルギーと両方維持しなきゃいけない。で両方維持するってやっぱり大変なことなので、どこにどうコストを配分していくのか、国民の負担どこにどうやってかけていくのかっていうことを考えないといけないっていう、そういう話になってくるんですよね。まあ要するにその通りで、バイオマス発電、同じ再エネでもね、バイオマスとか水力っていうのは、まあ、比較的人間がコントロールできる安定電源なわけです。まあ、地熱発電はあんまり日本ではそんな流行んないけどね、地熱って難しいから、だけどまあ多少あるわけですけど、これもまあ安定してる電源なわけですが、太陽光と風力について言うと、どうしてもその気象条件でもってこうブレてしまうので、そのよくここの、ね、ネット番組でも、シワ取りをして火力でもって補填していかないと、このまあ簡単に言うと電気がチラ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 しちゃうわけですよ。これだって出力がこう変わるわけだから。だから今竹谷さんおっしゃったようにですね、太陽光風力を流行らせるということは火力をちゃんと横に置いとかなきゃいかんっちゅうことなんですよね。でもなかなかこの太陽風力のシワ取りのために火力がこれほどまでに必要で、で実は火力というのは CO2 を出しちゃいますっていうような説明というのは本当すべきだと思うんだけども、これはエネ庁もあんまりしないんだよね、こういう説明はね。あれまあエネ庁のその決める時も審議会の中であれして、皆さんの合意で文章が決まるもんだから、いろんな人があっち行ったりこっち行ったりこう賛成とか反対とかいう中で字と文字というのはですね調整されていっちゃうので、全部が全部ね自分の意見を取るわけじゃないんですけども、それにしたってねそのぐらいのことは書いとかないと、世の中の人がねみんな誤解、まだまだ誤解深いと思うよ、再エネのね。いやいいんですよ、太陽はいいエネルギーなんだけど、それに伴って実は火力がすんげえ、特に石油火力なんですよ、しかも高いの石油火力って、これがこうすごい頑張ってやってるっていうのが全然報じられてないので、本当にしょうがないね日本のマスコミはと思う ね。それドイツも同じです、多分同じ、だってね、そうやってドイツ人とかがその 85% を再エネでって言っている、その脇のライン川を石炭カッタン積んだ船がどん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 こう行き来してるわけですよ。なんだけど石川さんの力不足だって言われてるよ、やっぱり伝わってないっていうのは石川さんのせいみたいな、ね、ああそうごめんねなんかねやっぱりそういうのはやっぱり見られないのかなというのは思います。ただやっぱりドイツが日本より優れてたなと思うのは、やっぱりメルケルさんが今のエナジーヴェンデというエネルギー改革を進めますと、 3.11 の事故を受けて脱原発して、で再生可能エネルギー主体でやりますという宣言をした時に、メルケルさんはちゃんとその代わりっていう話をしてるんですね。その代わり石炭火力とかまだ作らなきゃいけません、新設しなきゃいけません、その代わり送電線も建設しなきゃいけません、その代わりコストも電気代も上がりますという、その代わりがありますよっていうことを国民に説明しているんですね。日本の政治家でちゃんと再生可能エネルギー入れますと、ただしその代わりこういう3つがついてきます、4つがついてきますというようなことをちゃんと言ってくださっている政治家の方ってあんまりいらっしゃらないと思うんですよ。いや全然いないんじゃないの。ちなみに私の先月分の検診分、直近の検診分の再エネ賦課金はね、まあ、竹谷さんも後で思い出すわ、僕はね1420円くらいだった、まだ1500円までいってない、だけど1000円はもうね毎月もう1000円は超えてますよ。
竹内さんとかだけどオール電化っけ。オール電化じゃあもっと高いわな、ね、多分。うちはね自営業やってるので、まあ、しょうがないです。あのこれはもうどうしても電気使っちゃうんですけど、ちなみにガスは都市ガスです、うん、で床暖も東京ガスです。別にそんなこと言わなくていいんだけど、まあそうだということなんですけれども、うん、そういうのってだって電気料金のこの毎月のこのご使用明細にさ、再エネ発電賦課金っていうのがドンって出てるんだけど、これ俺僕がツイッターで流すとね、結構これはみんながねリツイートしてくれるんだけど、本当に新聞やテレビはこれ報じないよね。もうどこでも出てるのにさ、ちゃんとこれマスコミの人もね報道しないと後でね本当にあれですよ、再生エネルギーなんかしっぺ返し来ちゃうよこれ。ちゃんとやっとかないとさ、いいことばっかじゃないんだからと僕は思うけれども、あとねもう一個ねちょっとこれさっきのコメントで、なんだっけ、あ石川の力不足だってあったんですけどね、まあね力不足ってごめんなさいね、だけどねエネ庁には僕はまあ結構喋れるからこう言ってますけれどもね、実際はあのねエネ庁の人もねそのそこまで書けないんだと思うよ。さっき言ったようにいろんな人の意見をこうなんていうの混ぜて審議会の答申っていうのは作るので、一方の意見だけを強く言うというのはよほど事務局だとかその委員長さんとかによほどの強い思いがないから、あるいは強烈な政治圧力でもない限りはね、なかなか皆さんねそんなね書けないっていうのは実情なんですよ、うん、はい、だからこれはいいことじゃないんだよ、いいことじゃないんだけど、それはまあしょうがないね、みんな合議制だからと、まあ、こういう話です、はい、うん、あとねさっきコメントで書いてたドイツは実際、あごめんなさい、ドイツは実際 30% の再エネ 30% 超えたろうってそうおっしゃる通りで、ドイツがやっぱり再エネ大国であるっていうことはこれはもうねあの事実で間違いないです。でただそれに伴う全く問題がないわけでもないし、再エネだけでやっているってわけでもないっていうね、そういう話ですね、はい、で私ねよくねその再生エネルギーについてよくブログなんかでもしょっちゅう書いてるんですけど、注意して見ていただきたいのはですね、あの水力とバイオマスは安定している電源です。でちなみにバイオマスっていうのは日本の場合にはまあゴミ発電みたいなものが多いんですけれども、そういうものですね。でね地熱はね悪いけど世界的にはもうあんまり大きくないです。大きくすべきだとは思うけれども現状は非常に小さいです。ですので世界の再エネは水力とバイオマスと風力と太陽がまあメジャーな選手だね。地熱は残念ながら少ないですが、ぜひですねその再生エネルギーをこう推進したい人は大変それは結構ですけども、太陽光風力の他に水力とバイオマスがあるということもですね認識しておいてもらって、ちなみに日本は再生エネルギーっていうのは水力を合わせると 15% ぐらいなんです。で水力を抜くと 4% ぐらいなんですよ。はい、なので地熱を抜くともうちょっと小さくなるんだけど、水力は結構大きいんですよね世界の再エネで。であれをカウントしてるんですよ、あのドイツも他の国もヨーロッパも。そうすると再エネはボワーンってなんだけども、水力はもともとあるそれこそ火力よりも前にある電源なんですよ実は水力ってね、うん、電気のね歴史でいうと水力から始まってますね、はい、なのでぜひその水力はちょっと除外したなんていうのことで考えてもらうと、まだよちよち歩きですよ、21世紀ではね、まあ、来世紀はどうなるか知らないけれども、まだまだちょっと再エネは少ないし、あとエネルギーの需要で圧倒的に多いのはですね皆さん石炭なんだわ本当。その次は天然ガスと石油です、一次エネルギーね。特に石油はガソリンです、これあの運輸燃料ですね、これも圧倒的に化石燃料が多いので、まだまだ地球は人類はそういうエネルギーの使い方をしとると、まあ、いうことなので、再エネはまだちっちゃいよと、まあ、こういう話ですね、まあ、再エネもね、はい、すごく増えてはいます、増えてはいるけれども、まあまだまだ伸びる余地は大きいっていうところですかね、うんうん、はい、で今日は話すのさ、あの温暖化の話するんじゃなかったでしたっけ。温暖化の話もしたい、はい、もしたい、はい、的な感じ、うん、だけど大体この番組はですね、はい、プログラム通りいかないというのはもういつものことなので、そうですね、はい、でもじゃあ国際会議の雰囲気ちょっと喋ってて、はい、そうですね、ごめんなさい、国際会議の、ね、はい、雰囲気なんですけど、まずこの写真、はい、こういう場所ですということですね。これがね、あのドイツのボンであった、だ2週間目に行った場所なんですけど、ボンなんだこれ、うん、ボンのワールドカンファレンスセンターというところで、ここで COP23 今年の、はい、会議もやります、はい、でもとてもちっちゃいあの会議場だったので、あ、服が可愛い、ね、あのさ、服可愛い、あのさ、まあ、顔も可愛いね、あのさこれさ、旗がピーンとしてんだけど、風強かったの？風強かったです。だから竹内さんの髪もさ、なんかこっち向いてるよね。全部流れてます。はあ、はい、ということで、はい、これ。着替えたもん。はい。で、まあ、これが会議場の中の様子ですね。はい。はい。
こんな感じでやってましたけれども、まあ、会議全体の印象を言わせていただくと、はい、やっぱりなんか熱がない会議だなという感じでした。あの各国ともやっぱりそのアメリカがどう動くかあのやっぱり見えない中でちょっと様子見っていうあのそういう感じもあったかなというふうには思います、うん、あ全然私は発言権はないですよ。あのボンではあの発言してないです。ウィンではしてますけれども、いや竹内さん個人的には発言権持った方がいいと思うよ。個人的には持った方がいいと思うよ。これね政府間の交渉なので問題発言連発みたいな石川さんほどじゃないわ、はい、で、まあ、民間のオブザーバーっていう形で日本はね誰が行くかというとあの政府の交渉団としてはですね、大体、まあ、もちろん外務省が行きます、うんうんうん、外務省環境省、経産省、それで、まあ、国土交通省とか、まあ、問題によっては林野庁とかそういうのところが、まあ、日本の政府代表団というのが、まあ、COP の時でいうと200人を超えるぐらいの団体様だねおい。もうあの団体 でいろんな会議が同時並行でいろんなあの会議場で走りますのでもう手が足りなくなっちゃうのでやっぱそれぐらい必要でやっぱ途上国なんか本当手が足りないのであの本当にそれこそお雇い交渉官といってあのその国の人じゃない交渉専門の人を雇ってくるんです。ああなるほど。やっぱりだって英語でこう自分たちの国の主張ということで、主張してくれないと取るものも取れないので、うんうん、まあ色の白い方だけどあアフリカの代表で一応発言してらっしゃるよねとかねあの、うん、あでもこのさっき話してたらジュネーブに住んでるって言ってたわとかねそういうことは結構あるのであれさ今竹内さんさ日本から外務省だの経産省だの環境省だの国交省だのいっぱい行ったって言ってるんだけど、はい、あれね他の外交の場面でも日本だけが多分そうだと思うんですけど、まあ、他の国も多少あるのかもしれないいっぱい代表が行くじゃん各そのセクションのこれはさ交渉勝てねえよなだって誰が代表だか分かんねえんだもん、まあ、本当に一応もちろんなんて言うんでしょう対処方針というものを、まあ、決めるんだけどさ、ね、決めて、うん、あのきちんとそういうあの方針のもとにですね、誰が行っても、まあ、同じようにきちんと対応するようにしましょうというそういうところあたりはねあのきちんと統制取れてますけれども、まあ、やっぱりね変わってっちゃうので人がねうんもうねこの交渉ってもう1年に一度の私大同窓会って呼んでるんですけど同窓会なんかねもうあのもう10年選手20年選手いっぱいいるんですよ、うん、でもう本当にこうよく知っててとにかく毎年同じ、まあ、顔ぶれが集まってお前あの時こういうふうに言ったよなとかそういうことを言うわけなんですね、うん、なのでこう日本のお役人の方はやっぱり2年3年でどんどん顔ぶれが変わってってしまうのでそうなんだそういうふうにこう言われると弱いそうだからつまり人が変わると何に困るかというと権限を前の人から引き継いだって雰囲気がを知らないんですよね前回のだから「いやーこんにちは」とか言ってもあなただけ初めましてみたいになっちゃってもうあの日本はだからそういうところがしかも大臣も変わるでしょ、まあ、時としては政権変わっちゃうからね日本の場合はねだからそれはね日本は僕は交渉力が弱いとは思いません日本は。だけどもそういうところは非常にハンディであることは間違いないと思うよ、ね、だってさ去年と違う人が出てたらさ話しづらいよねお互いねさ負けるわね経緯知らない方が、うん、と思うけどね俺は、うんはい、まあちょっとねビハインドがありますよね、はいはい、まあそんな感じでしたであとこれは、うん、やっぱりねなんとなくこう交渉全体というか、はい、あの温暖化っていうだけでみんなものを考えなくなってるというか、うん、ウィーンのエネルギーフォーラムもそうなんですけど、はい、これねあの、はい、これ何でしょう？ボンの会議の中でかあの飾られてたあのいわゆる SDGs と言われているその持続可能な、うん、あの発展のための、まあ、ゴール、うん、いうような形で。あのまあ、ミレニアムデベロップメントゴールズって MDG っていうのが決められてて、うん、その後継として SDGs っていうのが決められて今、うん、あの17のそのターゲットが決められている、うん、でそのような貧困撲滅だとか1個目が貧困で2つ目がゼロ、うん、ゼロなんだこれハンガーあのハンガーか、うん、要はあの飢餓の撲滅、はい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 、それからあの健康や福祉であるとか教育であるとかジェンダーの話だとか、はいはいはい、そういうような目標が17個掲げられてて、うん、なんとなくみんなぼんやりして遠いことだなと思っておられるかもしれないんですけれど、うん、なんか気候変動っていうのも、うん、すごく狭くなっちゃうじゃないですか、うん、でね、うん、あの
例えばなんですけど、うん、ウィーンのエネルギーフォーラムですごくよく使われてた言葉、クリーンクッキングって言葉あるんですけど、クッキングって料理ですか？料理。皆さんクリーンクッキングって聞いてイメージすぐつきますか？どんなこと、生で食えってことかねそうじゃない、お片付けしましょうっていうことでもない。あ、それなんかね、なんだっけな、聞いたことあります。あ、でもさ、残すなじゃないよな。うん、違うんですね。その要は今でも途上国ではその家の中で焚き木を焚いて、あるいは家畜の糞を焚いて、それを燃料として調理をしたり、まあ、暖を取ったりしていると。でそういう焚き木ですとか家畜の糞というのは燃やすと黒いすす、ブラックカーボンっていうんですけれども、うん、それが出てですね、それがものすごくやっぱり健康に被害を及ぼすと、うん、WHO の試算ですと大体1年間に、まあ、400万人がそういうこの屋内大気汚染っていうんですけれども、そういったことで早い本来生きられる寿命だったはずの寿命が短くなっている、早い死を迎えているというふうに言われているんですね。まあ、タバコもそうかもしれませんよね。なんですけれども、そういうその方たちにとってみれば、要は電気が来るというのはものすごく健康影響。あ、そうだから、そうそう、それはだから そういうクッキングをしなくていいわけだもんね。そうなんです。だからその女性はまたそれで焚き木集めとかで学校にも行けないっていうパターンが多い。でそうすると電気を送るっていうことが、じゃあ温室効果ガスの削減だけではなくて、ジェンダーの問題であったり人権の問題であったり教育の問題であったりっていうことを解決しうるよねというようなことで、クリーンクッキングっていうのが言われたりしてる。で削減っていうことだけ考えると、じゃあその人たちの家に、まあ、太陽光パネルかなんかを差し上げて、で、まあ、その再エネ だけでやってもらう、そのうちはそれだけでやってもらうっていう、うん、できるようにすればいいよねっていうことになっちゃうんですけど、じゃあそれだけで終われるかっていうとそうじゃなくて、やっぱり持続可能な発展っていうことになると、うん、やっぱり経済成長していかなきゃいけない。でそうすると安定的で大量な電気が必要なので、やっぱり送電線できちんと電気をもらうっていうことが必要だよねっていうステージをいくつか考えて、まあ、まずはそのクリーンクッキングができるようになる、うん、でそのうちにやっぱり経済の発展ということを考えてグリッドから電気もらえるようになるとか、うん、まあ、それ発展の仕方でね、いろいろあるとは思うんですけれども、そういうところがまあ文脈として言われるようになってましたね。室内大気汚染ってのはすごいね、うん、ちなみにね、僕はね、幼稚園の時は盛岡に住んでおりましてね、確か記憶によるとだよね、屋内の薪ストーブだった、屋内のオレンジ当時確かに空気汚かったかもしれない、うん、今生きてるけどこうやって、うん、だから日本でも、まあ、さ皆さんちはどうか知りませんよ、竹内さんちはどうか知りませんよ、うん、私が幼稚園の頃にいた盛岡の家はですね、そういうストーブを薪ストーブですよ、うん、やってたって今思い出して、あれ結構危なかったねっていう、だって下手すりゃ一酸化炭素出るでしょ、よく生きてるよね今のところで、まあ、まあまあでも、ね、うん、途上国ではそういうのはまだまだあるということですね、これもちろんもちろん、いや、いろりだったんじゃないんですよ、うん、普通のね薪ストーブなんですよ、薪を本当ね、だから持ってくんの、うんうんうん、まあ別にうちはその市街地に住んでたので山に行ってこうなんか木を切ってたそういうんじゃなかったんですけど、薪は確か多分買ってたんですけど、うん、ただ家の中に薪を持ってきて入れてこうくべるっていうのかな、あれは自分も幼稚園の頃ですけどやった記憶はありますけれども、日本でもだから何を言いたいかというと、つい何十年か前のことだったなということだけれども、途上国ででもそういうので命を落としてほしいるってことですよね。そうですね。でさっきね、そういうの大嫌いっていうコメントあって、もう分かる分かると思うんですよ、そういうなんか綺麗事っぽいのって、うん、なんか違和感あるなっていうのは感覚としては分かるんですけれど、で感覚としては、まあ、そういうところあるかなとも思う。ただやっぱりそれをなんかこう CSR じゃないけれども、なんか社会的責任としてやってあげないとダメだみたいなことではなくて、やっぱりね、そういう文脈でものを考えると、いろいろね、なんだろう、幅が広くなってくるなっていうのは私も気がつきました。なんとなくこう、なんだろう、温暖化気候変動問題っていうと逆に、なんだろうな、すごく狭くて、温暖化問題のなんだろう、市場原理主義みたいなで、温暖化だけが世界の問題だみたいな話になってっちゃうじゃないですか。いや、そうじゃなくて、もっと
その前の、うん、10年後の地球じゃなくて明日のご飯で困ってる人いるよねっていうところも含めて考えると、なんか違 こう解決策とか違う対策の取り方とか、なんかそういうことも見えてくるんじゃないか。そうだから、あの CO2 問題の難しいところってそうなんですよ。 CO2 が増えてるっていうのは多分統計取りは出てくるんですよ、うん、それはあの日本の気象庁も数字出してて、なんとなくそういう数字見ると大気中の CO2 濃度が昔に比べて増えてるっていうのはなんとなく分かるし、それが化石燃料商品にこう何相関関係があって増えてるっていうのもデータで見れば分かるんだけど、僕らの世界あの生活に影響があるかって言われると分かんないんだよね。だけど今竹江さんおっしゃったようなことってのは、僕なりに言うと例えば化石燃料節約、節約っていうか合理化するっていうのは CO2 を削減だけじゃなくて、そのさっき言ったそのなんていうの、あのまあ硫黄酸化物とか窒素酸化物とかそういうその他の公害物質も削減すると、そういうなんていうの系統から考えると、そのエネルギーの省エネルギーだとかエネルギーの使用の効率化っていうのは正当化されるし、エネルギーを使う量が減りゃさ、それは電気代もさガス代も下がるわなっていうような、そのお金とかそっちの方で換算するといいのかもしれないけど、 CO2 問題の難しさそこだと僕は思ってます。なかなかね、その時はわっとかなるんだけど、いざ家に帰って CO2 とか言ってもふーんみたいな感じであの違うみんなこれ難しいよ CO2 問題でね世界一つになるっていうのは、うん、ああまあ、だからといってトランプさんのあの方針がいいとは全然思わないけど、うん、これはだから公害対策の方が進むんだよね。そうですね、うん、やっぱり公害対策の方が、うん、日本もだから川崎、ね、京浜工業地帯の川崎喘息がひどいってあそこでエネルギーをちゃんと別のきれいなものしましょうつってこうクリーン化進んでったっていうのは、うん、あれで人が死んだり、うん、病気で患ったりして医療費が上がってしょうがなかったからでしょ、うん、コストがかかってたから医療というそっちを削減しましょうってんできれいにしましょうって、まあ、こういうような話、うん、で考えた方が、まあ、俺も確かにいいと思うよ。ただ日本はさ、日本で考えるとそういうのってあんのかな、電気代を下がるガス代を下がる以外にその結果として CO2 が削減されるみたいなのって、公害は問題はもうちゃんとしてるわけじゃん一応日本で公害対策をさ、なんだろうね日本でね結果的に CO2 削減が進むって、今のさ竹さんのあれだと途上国はさ健康を維持するとかじゃん、で結果的に CO2 も削減じゃん、はい、日本の場合はさもう健康になっちゃってんじゃん、平均寿命も世界で一番長いしってのことを考えると日本だとやっぱ難しいかもな CO2 対策ってと、私なんかは先進国での CO2 対策の難しさってそこにあるのかなっていう、まあでもいろいろなんだろう、高ベネフィットと言われる、ものっていうのはいろいろありますよね、うん、なる、うん、なかなかだから料金がね、例えば節約すれば例えば車なんかで最近はほらアイドリングストップだとかさ、あれなんかも一つの CO2 削減っていうかではあるし、あするとガソリン代が浮くわけ、その分浮くわけじゃん、アイドリングストップするやつっていうんだったら分かるんだけど、だから途上国みたいな危機感っていうのを持つにはなんだろうなっていうのはね思ってるんだ、ね、危機感は確かにそういうところあるかもしれないですけど、うん、でも例えばなんだろう CO2 削減にもなって、うん、まあ便利にもなるかなと思うのは、例えば電気自動車がこれからどんどん普及をして、でまあ、安くなってですね、でそうすると蓄電池として使えるじゃないですか、うん、電気自動車っていうのは蓄電池積んでいるの でそうすると、まあ、で自動車っていうのは 95% 車庫に止まっていて 5% しか働いてないって言われる生き物ですけど、そうなんだ、そうですよ、生き物じゃなくて機械ね、そうそう、うん、ですけど 95% は寝てるって言われてるけど、言われてみるとそうかもしれない、うん、そうなんです、皆さんやっぱりそういうところで、まあでもやっぱり使いたいから買ってたわけじゃないですか、何百万かかけたりして買ってたわけですけど、その 95% の時に蓄電池として働いてもらうっていうことができる、で電気を出し入れすることができる、でそれが例えば自動運転してもう自動車がですよ、町の自治体の共用物みたいになっていくとかになっていくとかね、でそうすると電気足りないところに行ったら放電してきて車として使いたいんだよっていう予約が入ったらそこにテケテケ自動車が行ってピックアップして病院連れてってくれるとかですね、なんかそういうことになっていくと CO2、 まあ それでその大元の電気は原子力と再エネがまあバランスよく使われて低炭素化して、ああそうそう CO2 出ないというようなことになると便利は良くなって低炭素化していく。ヨーロッパではあれですか、そのウーバーはありました、アメリカワシントンとかシカゴではウーバーでしたけど、
竹内さんが言ったウィンとボンだっけ、うん、ウーバー、ね、ウィンは分からないんですけどドイツはないです、やっぱりこう拾うってやつ、うん、でもうねドイツはもう規制のなんかあのタクシー事業者が強いらしくて全く入ってこない。いや何を言いたいかというとウーバーみたいなものはどん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 発展していくとみんなスマホで持ってここに来てっつって乗るんじゃなくて自分の家のそう蓄電池って言ったでしょ車が、はいはい、車にこう電池が来てくれてさそれで俺ん家の電気つけてみたいな世の中になるかもよ、ひょっとすると、うん、あのなぜかというと電池って、まあ、将来は分かんないけど今の感覚で言うと高いものだから電池ってすごくバッテリー高いと高いでしょ、ものすごい高いですね、だから、まあ、なんていうか今おっしゃったように自治体というか、まあ、その地域のですよあるいはその地区のね共有物みたいにしちゃってあの車自体のねだから自転車を共有物にして共有物にしてあこのエリア内だったら乗り捨て OK みたいなものってあれオランダだったかね、あるんだよ、ね、パリで一番あパリであるなパリか、はいはい、でもウィーンでもあるし日本でも丸の内あたりとかねいろんなところでサイクルシェア、うん、サイクルシェアってあちこちで今あります、ね、東京の丸の内、うん、東京の丸の内で観光地とかでもそういうサイクルシェアっていうのはいいんだっていうようなことで結構あの今普及してきてますけど、うん、そういうのがカーシェアとかにも広がるとなんかもしかしたら違う世界も描けるかねっていう最後のまあ写真になるかもしれないなと思うのが、はいはい、あと3分、うん、ウィーンの、ね、エネルギーフォーラムっていうのがあのホーフブルグ宮殿っていう宮殿の中で開かれてたんですけど、うん、あのテスラが、うん、あの宮殿の中にですねドドンとこれを持ち込んで、うんやってたんですね、まあ、あの展示してた宮殿の中に車入ってたんだね、これ、うん、やっぱりテスラがこの前出したその蓄電池っていうのがすごくあのやっぱりこれまでのと比較してかなり安い値段で蓄電池出してきたので、うんまあ、こういった形で蓄電池の価格がどんどんまた、うん、あの指数関数的に下がっていくっていうようなことになると、うん、描ける世界も違ってくるのかなとは思います、うん、今ここのコメントでガルウィング火曜の下に自動車売れないっていうのがあるんだけど、うん、自動車が確かに日本にいると自動車がなかなか売れなくなってきて さっき言ったようにひょっとすると共有っていうだからリースシェアかカーシェアリング、うん、すごく流行ってるみたいだけどああいう世の中になっていくのかね。そうすると駐車場は一応1個だわね。なんかやっぱりマーケットが変わっていくね、うんまあ、いろいろね地域によってもあの車をね本当それこそマイカーで持つのが続く地域と、うん、カーシェアでやりくりするっていう地域と両方あると思うんですけど、うんはい、あと1分、はいはい、ということでこの番組はですね59分59分になると勝手に切れちゃうんであの延長できないんであれなあできるんだっけあできないって今日はまあそういうことで竹内さん、あれいつ帰ってきたの？先週の金曜日。あ、先週、まあだからそうか、まあじゃあ1週間経ってんのか、5日ぐらい経ってんのか、まあいいや。あのいずれにしてもお疲れ様でございます。はい、そういうわけで、今日はここまでなんですけど、来週はいつかというと、はい、もう6月か、6月1日の木曜日、6月1日木曜日の夕方5時から、またこの番組でお会いしたいと思います。竹内さんどうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。